Welcome back to Let's Play Atelier Lydian Sword. First up, if we could get this scene. Alright, give it a try.私が驚く？スー、何か企んでいるのですか？シスター、企んでなんて言いませんとも。二人とも当たって砕けるよ。私に話を合わせてちょうだい。惹かれちゃったら仕方ないわね。二人がお楽しみ会を開きたいんですって。そうです、そうなんです。いつもシスターに開いてもらってるから。たまにはシスターにも楽しんでほしいなーって。ダメですか？そういうことでしたか。まったく、別に隠すほどのことでもないでしょうに。わかりました。二人が主催のお楽しみ会、認めるとしましょう。やった、ありがとうございます、シスター。いえいえ、こちらこそ楽しみにしていますからね。よしよし、これで場所の確保はバッチリだね。あとはフリッツさんたちの準備を待つだけ。そういえば二人とも、お楽しみ会で何をやるかもう決まっているのですか？なんと二人で漫才をやるんですって。まあ、漫才ですか？それはとっても面白そうですね。ああ、そうそう、そうなんです。お嬢さん、それ言う通りはこっちで合ってますか？はい、あなたの言う通りです。なんちゃって。お上手ですね。これは期待できそうです。なんとかなった。ありがとうございます、パメラさん。どういたしまして。でも、もうちょっとギャグのセンスは磨いた方がいいわよ。追い打ちかけないでください。死ぬほど恥ずかしかったんですから。Fortunately, Grace is easily amused. どこに行こうかな。 Let's head back to the be here ambitions tree.
These are the battle crafts, or maybe those finishing moves that I still don't know how to do. I don't know where that meter is. Starting with that. Play. If I can boost up the red. This one. Neutralite. Wait, we can't. Okay, we need to change the catalyst. That has plus 2 effect level, but it's blocked. Use sapphire instead. Something that used to wash dishes. Full neutralizer. Mm-hmm.
100倍。This. さて、ガイツから調合してやろうか。Yellow, blue, and purple.Heat would get. Violet power. Let's add oil would play.Certain what that is. Let's see about maybe the filled water. Looks pretty good here.Dishwashing. Let's see. Instead of this, not sun green, but don't need to use that much. Use that one.Gonna get this unless I use answer, which I might. Got plenty here.
Sí. Just use the color components. Got a bunch of the leaf. The components blue. Dishwashing and drinking. The floor wax, it's dirt topping. It's both. That greatly. Finisher. Some variety on there. Yep, that did it. Guessing that'll probably allow us to give us an excuse to do some more targeted crafting. So these weapon and equipment seem to be in a separate box. I know I shouldn't be buying stuff, but I want to see if they've restocked on the harmonium. Not yet. I'm gonna want to get a couple of to make a better gun. Let's see what the scene is at the Atelier. と最高の客を仕上げてきたぞ。本当ですか？私たちも会場の手配は終わってます。中だけど人形劇明日やっちゃいましょうか。仲直りは早い方がいいだろうし。そうだね。じゃあ明日結婚ってことで。2人も楽しみにしてるといい。 劇にはキミたちをモチーフにしたところもあるからな。それじゃ、またねー。よし、お楽しみ会のことシスターたちに伝えてこなきゃ。よし。 準備はいい？バッチリだよ。さあ、出かけよう。ああ、二人ともお待ちしていましたよ。あ、シスター、ごめんなさい。急に準備してもらっちゃって。いいえ、構いませんよ。何せ、二人のお楽しみ会のためですからね。 お客さんもかなり多いみたいだし、二人とも漫才頑張ってね。はい、お、そろそろ開演の時間みたいだね。それじゃあ、皆さんもようこそお越しくださいました。上がり
私たち姉妹の漫才なんですが、その前に特別なゲストをお呼びしているんです。どうぞ。お招きいただき光栄です。人形師のフリッツとドロッセルです。あなたたち被災者に場を提供してもらってな。今から人形劇を演じさせてもらおう。私たちの最も大切な人のために。それでは開演と参りましょう。お二人ともよろしくお願いします。今から語りますのは4人の錬金術師たちが紡ぐ絆の物語。一人は命を持った本と出会った優しい少女、もう一人は外の世界に憧れを抱く快活な少女、そして亡き母との約束を胸に二人寄り添い暮らす仲睦まじい双子の少女たち。彼女たちがたどる希望に満ちた足跡、彼女たちが目指す果てのない夢、ぜひ最後まで目を離さぬよう我らがお送りする最高の人形劇、大不思議な不思議な物語。のは認めるけど、あなた一箇所間違えたでしょ。な、気づかれないと思ったのだが、まさか見抜かれていたとは。うんうん、私も気づいてたよ。一応フォローしたけど。あなたもまだまだよ。アドリブの部分丸分かりだったもの。お母さんは相変わらず厳しいな。そりゃあね、人形劇への愛情はあなたたちにも負けないんだから。帰ろっか、スーちゃん。うん、帰って漫才の特訓しないとね。なんでそうなるの。Right. Well, I'm glad for that. I enjoyed that. I accidentally hit the button too soon. It's so hard to tell when they're done talking. But other than that, I like that. I'm hoping after the main game, I can go back and actually see the graphics, because I wanted to see with the rest of that. Underneath the dialogue box. Looks like we still have some more to finish up with them. Fritz-san, Drossel-san, この間の人形劇、最高でした。不思議な不思議な物語、とってもすごかったです。私たちのことを題材にしてくれたのも嬉しかったな。そりゃあね、二人とも最高の人生を歩んでるし、最高の人形劇のテーマとしてはうってつけだったってわけさ。ああ、チビプラちゃんも新しく作った等身大フリスちゃん人形もいい働きをしてくれた。いきなりフィリスちゃんそっくりの人形が出てきた時は
すごく驚きました。あ、そうそう、それ私許可を出してないんですけど。ん、そうだったか。まあ最高の劇のためだ、許してくれ。もう大活躍してたし、いっか。あれ、フィリスさんにソフィーさん、フリッツさんたちにご用ですか。うん、教会でやってた人形劇の感想を伝えてたの。私昔からフリッツさんのファンだから。私も私も感動しましたって伝えに来たんだ。へえ、あの人形劇ソフィーさんたちも見てたんだ。ってことは、うん、二人の漫才もバッチリ見てたよ。昔は無菓子でお菓子がない。あの時のことは忘れてください。フリッツさん、ドロッセルさん、あの二人のお話もとっても良かったですね。うん、あの子たちの将来はまだわからないけど、幸せをつかむのは間違いないと思ってね。だからとびっきりのハッピーエンドで締めてみたの。へへん、我ながらいい脚本が書けたと思うよ。うん、我が娘ながら最高だったぞ、ドロッセル。ありがとうお父さん。じゃあ、くしくもみんな集まったことだし。そうだな、最高の人形劇追加公演としゃれ込むか。わーい、それじゃあ前座はマーレン姉妹の漫才に決まりですね。ちょっとフィリスさん、もうからかわないでください。人形劇は見たいけど、漫才はもうこりごりです。そうか、では私たちの出番だな、ドロッセル。おーよお父さん、みんなの魂ガンガン揺さぶっちゃうからね。I enjoy the develop apparent at least conclusion of that plot. I think they did a really good job. どこ行く、どこ行く。Apparently still got some more. Let's continue on with this. だから何度頼まれても無理なものは無理だ。そこをなんとか、フリッツさん、お願いします。あれがないと私、これから先生きていく自信がありません。君も大げさだな、別にそこまでではなかろうに。いえ、そんなことはありません。あれがあるのとないのでは人生の彩りが違います。だからお願いです。人形劇で使ってた等身大フィリスちゃん人形、ぜひ譲ってください。ダメだ、彼女は私の劇の大事な一員、いくら君が相手でも譲るわけにはいかん。わかりました。へえ、やっと諦めてくれたか。まったく、君は普段は冷静なのだから。もっと。ではこれならどうですか。な、これほどの大金どうやって。
お店で稼いだお金ですよ。フィリスちゃんが受け取ってくれないからたまる一方で。だがいくら金を積まれても彼女を売るわけには。売ってくれとは言いません。新しく作ってくれればいいんです。そのお金があれば足りますよね。それともフリッツさんは依頼を断るような人形師なんですか？私の負けだな。君の執念にはびっくりだ。わかった。この金で最高の等身大フィリスちゃんを作ってやろうではないか。やったー、楽しみにしてますからね。やれやれ、彼女は全く変わっていないな。姉にあれだけ愛されるとは、フィリスも幸せ者だ。若干行き過ぎの感は否めないがな。Just when you think Liana's already gotten as creepy as she's ever going to get. どこに行こうかな? Scene here. I want to try to get at least most of the scenes done before we go on to Damn, though I don't think it matters that much. Still. Easy enough to go here and get done.お父さんが描いたとは思えないや。スーちゃんを見てると昔のイルちゃんを思い出すな。I might fight one of those big guys again. どの辺がですか？身長のことじゃないですよね。 Yeah, I might just try out Beerus has that better armor now. I did remember to equip that on her, right? Really easy.虫が苦手なんだっけ。少し意外だよ。そうです。We'll take a look. Potential Dimple Heights. 面白い場所見っけ。スケッチしとこうかな。Let's see.Guys on the way there. Get whatever he is. Good. All right.Let's see, battle mix. We'll do this. I've done this one before. It's a new thing.30, so that it adds. Oh my god.これで大丈夫？本気で行っちゃいます。
Okay, let's see. Let's this start with. Guys out already. Means the other one is probably dead. Go ahead and move this on him. Do it. Attack that guy. Excel guard. Might not even be able to see the effect of that armor. That item that we are using. Didn't even get to see the armor effect. In any case, get to. I hope she's not going to give us a whole bunch more items. Kind of low on space. Picked up thing. Randomly give us stuff? Because, I mean, on the one hand I appreciate it, on the other hand I'm really running out of space. Check what the exam is. Daibu 評判が 上がった みたいね. そろそろ 受験を 認めても いいかも. どうする? ランクアップ 試験 受けてみる? わかったわ. いよいよ A ランクへの挑戦なのね。 今回の課題は 一筋縄じゃいかないわよ。 はい。 Oh. Interesting. But let's see. Fight Alchemist. Got Sophie, Chris, Lemuria, Father, maybe Alt. So, 必要な枚数は本当の試験と同じ3枚よ。つまり今回の課題をこなせば双子ちゃんも公認試験の受験資格を得られるってわけね。そっか。だとすると今回の課題ってそう簡単にはいかないかも。ごくり。ミレイユさん。
今メルベイユにいる公認錬金術師の人っていうと、イルメリアさんにフィリスちゃん、それにソフィーさんとロジャさんね。推薦状は誰からもらってもいいわ。もちろんロジャさんからでも構わない。とにかく3枚揃えてくること。ファイトあるのみよ、双子ちゃん。Yeah, but what if I get 4 of them? Ah, yeah, see, need 3. 4 of them, the ideal. So, clearly, I need to get 4 of them. Start by talking to Lemuria. Looney, that might not be the best place to be. Chotto! Ah! On the same plate. All right. 師匠、折り入ってご相談したいことが。何よ、もったいぶっちゃって気持ち悪い。言いたいことがあるならはっきり言いなさい。せっかく雰囲気出してみたのに。ですね。なるほど、推薦状ね。確かに公認錬金術師の私になら書けるわね。でも書けるのと実際に書くのとは別問題。いくらでしても無条件じゃ渡せないわ。そんな、師匠、推薦状くれないんですか？そんなことは言ってないでしょ。ただでは書かないって言っただけよ。推薦状を書いて欲しければ、師匠である私にあなたたちの成長を見せてみなさい。成長を見せる？ああ、背ならちょびっと伸びましたよ。なんですって。羨ましい。じゃなくて、錬金術の成長に決まってるでしょ。ですよね。でも、成長を見せるって言っても、ああ、そこは大丈夫よ。私が言う課題をこなしてくれればいいわ。課題を無事に終わらせたら、成長を認めて推薦状を書いてあげる。わかりました。覚悟してくださいよ、師匠。私たちの成長、嫌というほど見せてあげます。そうかしらね。それじゃあ早速最初の課題よ。中和剤を私に持ってきなさい。それもとにかく大量に、手で持ちきれないくらい。え、そんなにですか？ええ、そんなによ。それじゃ頑張ってみせなさい。 OK。How much does it say? N rainbow neutralizer. Okay. さあ、行こう。 Go ahead and get tasks from Pyrrhus and Sophie here as well. Pyrrhus-san! 私たち、Pyrrhus-san にお願いがある。私に何でも言ってみなさい。
戦場か。昔を思い出しちゃうな。わかった、推薦状のことなら私に任せてよ。お、さすがフィリスさん、そう言ってくれると思ってました。そうでしょう。それじゃあ戦おうか。は、だから私と戦おうか。私に勝てば推薦状を書いてあげる。フィリスさん、私たちが欲しいの錬金術の推薦状ですよ。別に大陸一の術界になりたいとか最強を目指したいとかそんなわけじゃないんですよ。わかってるよ。戦う力も錬金術師には必要なの。現に公認試験の時も実技があったんだから。公認試験って思ってたより血生臭いんですね。まあ今思えば試験官の人の趣味だったような気もするけど。とにかくシンプルで分かりやすいでしょ。私に勝てば推薦状ゲット。これでどう？わかりました。遠慮なく倒しちゃいますからね、フィリスさん。望むところだよ。私だってそう簡単に負けたりしないんだから。じゃあ準備ができたら私に伝えてね。クックック、しっかり備えるのが身のためだよ。 Okay, good. It's not right away. Okay, I do need to prepare a bit. I guess that means I'll need to equip Liddy a bit. Probably take the that armor off Ferris and give it to Liddy.ソフィーさん、ご相談したいことがあるんですけど。なるほど、推薦状ですか。ソフィーも推薦状を書く立場になったのですね。昔は後任の錬金術師が見つからず、あちこち探し回ったものですが。そうだったね。集めるのに結構時間かかったっけ。まあとにかく推薦状、私でよければ書いてあげるよ。やったー、ありがとうございます。それじゃあ早速。ちょっと待った、その前に推薦するに足りるかテストさせてもらうね。二人の力が十分なのは分かってるんだけど、一応決まりというか慣例みたいだから。何もしないで推薦状をもらえるはずないですよね。わかりました、どんな難題でもこなしてみせます。うん、その息だよ。じゃあまずはよし。二人とも錬金術の大事なことって知ってるよね。調合の腕前も必要だけど、それに加えて、はい、発想力ですよね。ええ、その通り。錬金術で重要なのは発想する力だから、最初は二人の発想力を確かめたいんだ。というわけでレシピ帳を見せてほしいんだけど。え、レシピ帳ですか。整理してないからごちゃごちゃしてるかも。あらら、じゃあ準備ができたら話しかけてね。私はここで待ってるからさ。やるべきことは、
Well, let's see if we have enough. それじゃあ見せてもらうね。さてさて、どれくらいのレシピを思いついてるかな？ これだけのレシピをひらめくとは大したものです。 本当ですか？ 今までいろんなことやってきてよかったな。 これなら第一段階は文句なしに合格だね。 じゃあ次のテストに移るよ。 次のテストは 賢者の石を作ってくること。 賢者の石？ 賢者の石って、あの賢者の石ですか？ うん、あの賢者の石だよ。 大丈夫大丈夫、そんなに難しくないから。 え？ 賢者の石って錬金術師の最高到達点って言われるくらい 難しい道具なんじゃ。まあ世間一般ではそう言われていますね。しかし実際のところ賢者の石は通過点にすぎません。名のある錬金術師は全て賢者の石を作り、その先にそれぞれの道を見つけてきたのですから。 賢者の石って何年も研究して初めて作れるものじゃないんですか？ あなたたちの前に立っているソフィーは 16歳で賢者の石を作りましたよ。 16歳で？ 本当ですか、ソフィーさん？ まあね。でも フィリスちゃんも同じくらいの頃には普通に作ってたよ。 すごすぎる。 でも規格外すぎて逆になんとかなるかもって思ってきちゃいました。 うん、私も！ それにやっぱりやる前から諦めてちゃいけないよね。 うん、その息だよ。 今までの経験を生かして 頑張ってみてね。 Heck, we got the recipe from. Look here. Yeah. Make some ashes of origin and crimson stones. Register the stones. I mean, it'll be easy. How many do we need? Schedule. Philosopher's Stones. Oh, okay. It might just be one. First, I need to get. Ammonium. Yeah, no. Okay. And get a couple of these, which we need. Can't get many. Nice. Also, but anyway, Sate,
come back to the Atelier and find out what Roger wants. いきなりすぎて話がつかめんぞ。なるほど。なかなかの難題を出してきたもんだな。ま、お前たちの実力はよーく分かってる。今から出す課題をこなしてきたら、推薦状を書いてやろうじゃないか。 課題は、オネットに親孝行をしてくることそれも錬金術を使ってだ。親孝行？本当にそれだけでいいの？正直ちょっと疑わしいんだけど。こんなに娘思いの父親を捕まえて何を言う。本当にただそれだけだぞ。 うわー、うさんくさい。ああ、ちょっと待て。オネットへと。よし。この手紙に課題のことをしたためておいた。まずはこれをオネットに渡すことだな。へへへへ。<笑> ちょっと、今笑ったでしょ。絶対何か企んでるでしょ。そんなことはない。ほら、行った行った。すごい嫌な予感がする。用心だけはしておこう。目的地は、気の向くままに。 天国ってこんなところなのかな。ねえ、おばあちゃん。Basement. Shortcut to that end section. とにかくたくさん拾うことだね。錬金術師は欲張りでちょうどいい。 蜂の巣にしてやる。 Hey there, ghost. The effects, but that's okay. This will hit both of them. Need to grab those extra items. Oh, darn it. Get it. See. Run. Bother fighting you guys. Get to the next area here.
じゃあ行こうか。いいものを見つけたら教えるね。A long path. I mean, travel here is still better than it was at least first main part. Curious, but still get spoiled by the small areas and everything, and then have to keep going back here.集めるくらいに成長したんだなって思っただけ。それじゃあ親孝行ってことで二人にお願いね。お母さん無限にかける日記帳が欲しいな。無限にかける日記帳？またどうしてそんなもの？ああ、私日記をつけるのが趣味なのよ。でもここにいたら紙の調達ってできないじゃない？字を書けそうなノートもあとわずか。というわけで、いつまでも書ける日記帳が欲しいなって。それ絶対お父さんの入れ知恵でしょ。ずるいずるい、不公平だよ。まあ、二人が親孝行してくれるって話だから欲しいものを言っただけなのに、ひどいわ。よよよよ。嘘くさい。わかったよ。作ってくればいいんでしょ。そういうこと。できれば書きやすくて可愛いのをお願いね。Alright. Presumably, once we get back here, we'll find out how to make that. はい、終わりました。新しいレシピ、これならいける。Okay, well, next episode, we will be doing a bunch of crafting. I hope you are enjoying.Don't forget to like, subscribe. Thanks for watching. And I will see you next time.